佐藤春子役と弁財天役を演じさせていただきました飯尾ひろ子です。どこにでもいる普通のおばさんがどのような体験をし、どのように変わっていくか、どうぞこの映画をご覧ください。はじめは小さな映画ですが、やがて世界に羽ばたく映画になることを信じています。皆様のご支援、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。あそこが過激派のアジトなのか？大丈夫か？愛する夫を亡くし、その上愛息子まで、そんな失意のどん底にいたそこら辺のおばさんが世界を救おうと立ち上がった。人は愛する人を守る、時には戦う、しかし殺さない。このおばさん、近所そこらのおばさんじゃないぞ。七福神が世界を救う。誰より愛しい。